皆さんこんにちは野球伝道博物館では現在特集展示鶴岡和人と南海ホークスを開催していますそこで展示の見どころをご紹介します今回は鶴岡監督を支えた選手たちについてご紹介します 中谷信夫投手は1948年には21勝を挙げるなどデビューから5年連続で2桁勝利を記録。1951年には14勝2敗で最高勝率のタイトルを獲得しました。これはその時の最優秀投手賞のペナントです。 ス進む投手はデビューから7年連続で2桁勝利を記録し主力投手として活躍。1952年には防御率、奪三振数、勝率で1位となり投手3冠を達成、MVP を獲得しました。これはその時の MVP のペナントです。 飯田徳次選手は南海で主力選手として活躍その後に移籍した国鉄時代を含め1246試合連続出場という当時の日本記録を樹立しました南海時代には飯田選手らの堅い守りは100万ドルの内野陣と言われていましたこれは飯田選手が使用していたバットとファーストミットです 広瀬義則選手は通算596盗塁という歴代2位の記録を樹立した選手です。1964年にはシーズン連続31盗塁という新記録を樹立します。これは山田哲人選手に抜かれるまでの日本記録です。こちらに展示しているのは 広瀬選手が使用していたスパイクです。杉浦忠投手は1959年には38勝4敗の成績でリーグ優勝に貢献。日本シリーズでは巨人を相手に4連投4連勝の大活躍で、南海を2リーグ制後初の日本一に導きました。 これは杉浦投手が実際に着用したユニフォームです野村勝也選手はキャッチャーとして活躍1965年には戦後初の三冠王に輝きましたこれは野村選手が使用していたバットとキャッチャーミットです 野球殿堂博物館特集展示、鶴岡和人と南海ホークスは2020年9月8日から12月20日まで開催しています。皆さん、ぜひご来館ください。